こんちゃけです。こんちゃす。今日はですね、このゲームやりたいと思います。なんでしょうこれは。ブラックナイトストライカーズそんな言い方大事なの。うん、ブラックナイトストライカーズ略してブラスト。あれ、ブラスト。じゃ嘘つきました。ブラナイでした。ブラナイどっちなの。ですね、ブラナイ、ブラナイ、いや、ちょっと待ってくださいね。はい、あのね、ブラナイでした。ブラナイブラストじゃない。ブラストモンストみたいな。ブラナイでした。ブラナイね。で、そうそうそう、モンストみたいって言ったでしょ、うん、そのモンストを作ってる会社が作ったゲームなんて、これ。そう。だからね、ちょっとやってみたいなと思って。いいじゃん。うん、てか、面白そうじゃない。うん。てか、主人公が持ってる武器がなんかかっこいい、ね。かっちいいだろ。三角定規みたいな。そう、まあ。とりあえずちょっとやってみて、うん、おもろかったらちょっとやっていこうかなっていう。まあ、そんな感じっす。うん、いいじゃん。じゃあ今日は終わりです。ないや、やってよ気になってんだよ俺もこのゲーム。はい、やってよ。じゃあ行きまーす。はい、はい、とりあえず入ってきました。はい、ここは何、ホーム。これホーム。うん、ちょっとどういうゲームよ。どういうゲームか、うん、まあ戦って勝つ、うん、大抵のゲームそうだよ。大抵何にしろ何かをやって相手と戦って勝つ、はい、あ、そうか、うん、大抵のゲームだから、ね、横に進んでいくんだよね。右にガーって進んでって、うん、敵がどんどん出てくるから、うん、バンバンこうタップして倒して、うん、で最後ボスが出てきて、うん、倒すと。でも可愛くないっていうか、なんかめっちゃ怖い。何これ、うん、キャラ。カエルちゃんとかいる。そうそうそう、これキャラクターなの。あ、フローさん。うん、なんか右の弓のロボットとかなんか可愛い。これ、うん、ロボットだね、確かに。グリーンボー弓を打つ。私は弓を打つ。でキャラは主人公。そう、いや主人公かどうかわかんない。最初にいたキャラ、うん、多分ガチャとかあるから、僕もまだガチャやってないかわかんないけど、多分キャラがどんどん出てくると思うんだよね、うん、でほらモンストのあれだからさ、会社さんだからさ、うん、ほらなんか石とか、あ、似てる。似てるでしょ。確かに、ね、確かにだからちょっとね、入りやすいんだよ。だからあーシステムが似てるってこと。システムというか見た目が一緒だから、うん、なんか入りやすい。このほらこれクローバーとかでしょ。あ、ほんとこれラックって言うんですよ。あ、一緒じゃん。だからなんか、そう、運極とかあるっぽいんですよ。あ、調べたら。あ、そうそう。で結構ね、なんかに、あ、じゃあ入りやすい。そこら辺はなんか一緒かなって。ゲーム性だけ違うみたいなね。だからモンスターやってればいけんじゃない。ちょっとやってよ、やってよ。ちょっと倒しに行くよ。何、いきなりもうイベント行く。いきなり、いきなり、うん、いきなりちょっと2ところ行けんの。いや、わかんない。なんだよ、運次第だ。うん、ちょっと行けなかったらノーマリー行ってよ。うん、わかったわかった。とりあえずイベント見たい見たい。どんな感じなのこれ。マジで何も知らないから。それちょっと、まあ、ちょ一番中級だからこれ。あ、極分極みとかほんと一緒だね。そうそうそう、うん、これちょっと、あ、マルチできるんだ。できる。3人でできるって。へえ、うん、これでちょっとこれじゃ弱いから、フレンドさんからね、うん、借りるわ。強い人、めっちゃ強い人いるよ、ほら、うん、59レベル、この人59。これいいんじゃない、ほら。あ、左の方が。そう、これ今ね、自分のユニットでもいけるし、うん、フレンドさんでもいけるみたいなやつ。あ、要は一人削るってこと。そうそうそう。あ、そういうこと。で強い人にフレンドさんに聞くと。君全部レベル1だもんね。そう真ん中に書いてあるレベルぐらい。そうってないからね。さっき始めたんでしょ、だって。そう、うん、っていうことでこれでちょっとやってみるわ。これいけんの、何レベル。あ、中級か。そう、中級、まあ、一番下のね。まあまあまあギリギリだったんです。まあまあちょっとやってみましょう。わかんない。とりあえずやってみます、うん、でいくよ、出撃、はい、で見たい見たい。で横に進んでいくの。そう、横にね、こうやって進んでいくの。うん、それ自分で。自分で、で自分でタップする。じゃあ行くか。見よ、多くの異常。さあ行くぜ。なんか絵本みたい、なんか可愛いね。さあ行くぜ。可愛い。これ横に進んでいくんだ、こうやって。え？自分の指で。そうそう。進軍開始。進軍開始。こうやってほら。でこうやって。あ、食らっちゃったよ。これタップする。でこれジャンプしてよければ。あ、え？ジャンプして。で結構アクション要素あるんだ。ジャンプしてくる。あ、これ二段ジャンプできてる。そう。二段ジャンプができるんだ。マックスで。こうやって。こうやって。いや強いね。でみんな攻撃してんだ。そう、オラオラオラ。で弓は一心同体で動いてる。そうそう、こうやってオラオラオラーって。これ手をこうバースする。うわ、やばいやばいやばい。どういうこと、何がこうやってとにかくタップするんだ。オラオラオラーって、オラオラオラーオラオラオラー。そう、オラオラオラー。なんか弓打ってるね、上に。そうで、この人は魔法使ってくれてんだよね、後ろの人。うん、黒いやつ出てるでしょ。これオラ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 ー。あ、建物とかあるの。これはね、なんか一面みたいな感じ。次行くとほら、で、これは振るとね、なんか振るとね、ほら、え、なんか振るとえ急にどうした、急にどうした。これね、もう忙しいんだよ、このゲーム。ちょっとガンガンやってかないとね、説明してる余裕がない。ちょっと教えてよ、俺やってわかんないです。こうやってね、で、これほら、タップするとね、タップほら、あ、パワーアップしたでしょ、今見た。見た見た。いや、パワーアップって書いてるの分かってる。うん、見た見てる。いや、見てたけど、何が君が言ってるのか言うか。そう、これね、ほら、敵にやられちゃうから。強いんだよ、敵が。ここの辺は中級だから。そう、そう、ほら、2面くらい。で、これほら、これ振ると、え、ほらほらほら、そこ何が起こってるの。そこどこ、何が起こしたの、それ。それだけ教えて、すごい教えて。今さ、
今なんかしない何をこれタップするタップねタップするえどこ今タップする出てたでしょどこどこでこれねどこどこしほらほらほら星みたいにほら出てくるのこれこれどれどれどれだよいやいや今ね今余裕指さして指を指はね刺して余裕がない振らないといけないんだよシェイクしなきゃいけないのシェイクしながらやべえめっちゃ食らったよほらえこれボスだから今ストライクスでほらマックスって書いてあるんだろこれ下にこれ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 あキャラねそう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 これはねタッチすると今って必殺技出るんだよ今ひさささ出てたの出てたの全然聞いたでこれ3、2、1、たぶんなんか来るんだよほらやばいやばい3、2、1、ジャンプジャンプほらジャンプねほんとこんな感じで避ける難しいこれたちがねこういう感じで避ける結構アクションだよあ、3、2、1、はいはいはいジャンプジャンプはいジャンプジャンプジャンプはいはいおすげえいいでしょあ、そういうことそう、そういうゲームですあ、ほんとなんだはい、3、2、はい、3、2、1はいはい、3、2、1はいジャンプジャンプジャンプ危ない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 こういうゲームこういうゲームもう一回来るよもう一回来るよはいはいじゃあじゃあよしよし一回倒したほら逃げるんですよあどれどれ決めあれこれこれフルトこれこれフルトほらほら忙しいゲームなんだよねすごく忙しいなんでその時だけ急にほら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 ってやばいやばいやばいほらほら急に急ぐ OK そういうゲームですやばいやばい敵がなんかどんどんやってくる結構食らしてくるんじゃない必殺を出そうここで勝てば倒せるそうこれも必殺技タッチすると出るからこれストライクセイバーですねこれ必殺技だからそうストライクセイバーってねこれ必殺技だからこれちょっとイヤホンつけてないかねあチャンスって出てる今ね今もうピョってっからあピョって今もうあじゃあそこやりまくれるんだやばいやばいやばい三十一はい三十一はいジャンプ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 ああミスったってねこれゲームですこれほら必殺技出せばねどんどんどんなんかすごい痛快を快楽に見るとダン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 来るよ来るよあーぼーっとしてた何ぼーっとしてんだよでこうやって倒すんだよあとちょっとあとちょっとおらららららいけそうじゃんいけそうじゃんおらららららららいけそういけそういけそうおらららららららイエーイこういうゲームですめっちゃ面白そうでしょあ面白そうだね意外とこれ多分みんなでマルチできるっぽいんですよねこれでもさどうやってジャンプしたらこっちが勝手にジャンプしちゃうでしょうんどういうことだって今君がジャンプってやったら4人ジャンプしちゃう。あ、そう全員もう一緒だね。ってことはだって君と一緒に行ったら俺もなっちゃう。それはいやマルチだから一人一人操作できるんじゃないかな。でもやったことないからちょっと分かんない。でやってみないと分かんない。そう。でこれで倒しましたと。一応スピードクリアとかやっぱあるんだよね。タイムによってね。そこに似てるんだ。そうそう。これ亀じゃんじゃあ。これ多分強化かな。これ強化亀です。強化っぽい。そう。これランクも上がると。へえ。レベルも上がったと。へえ。そうそうそう。でこれまあこんな感じですよ。面白そう。はい。え、ちょっと他のとこ行ってよえ他の行くのまだ行くのえ、ちょっと見たい結構体力使うんだよ、このゲームそれ君がほっほっほってやるからやんないといけないんだよ落ち着いてこうやれよ体中でほっほっほって分かった分かった、じゃあ1面だけ行こう1面だけねじゃあ普通のノーマルクエストでいいかうん強いからえ、てかこれ強化とかできんの強化していった方がいいんじゃないできますよほらデッキ編成、強化合成、進化とか一緒なんだねただねちょっと後でガチャ引きたいから、まだ強いやつを引いてからレベルアップさせたいっていうね、そういうのがあるね。もう一回だけじゃん。他の面の中級行ってよ。いやもう中級ないんですよ。今連勝来てるのこれだけだから。そうしかないんだ。そう。ここはね、でも多分条件は絶対今の感じだとやっぱ無理だから。じゃあノーマルで行って。そうこれこれで普通のほら、これノーマルダンジョンとか、ノーマルクエストか。ノーマルダンジョン。ノーマルダンジョンね。はい。そう。でこれでまたこれフレンドさん。あフレンド行けるんだ。で、例えばほらめっちゃ強いしね。曲。もうレベルマックスやこれ。本当だ。極み。うんうん。でこれでやると。あでもそんなに変わんないんだよね攻撃力。まあこれ多分一番最初のキャラだからだよね。うん。ガチャのキャラじゃないっぽいんですよこれ。うん。でこれでいくと。舞台速度とかなんかいろ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 ある。そうだから今ゆっくり進んでいくスピードだったじゃん。あれがね速いんだって速度が速いと。へえ。だからスースー。スースー系でスースー。あれこれ結構大変だから忙しいからねこのゲーム。こう横に進んでいくでしょほら。あなんかあ説明してくれてほら。カウントダウンがついてるぞ。あ、さっきですね。これ、あ、本当だ。これが多分ビヨンっていくんだよ。危ない、気をつけてくですけど。あ、本当だ。ぶっ壊した。あ、壊せんだよ、壊したもん。はい、壊します。これも壊せんだよ。これジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、そこ貫通できるんだね。はい。あ、一人しかジャンプしてない。はい。うまく乗らないでね。そうそうそう。あ、危ない、食らってるよ。はい、はい、食らってる。はい、はい、はい。で、これ倒す。宝物。でね、このね、ここから一回クリアしたらこうなったんですよ。これ、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 これ。スマホシェイクって書いてあるでしょシェイクしないと今なんかさチョウチョみたいにいたじゃんあれチョウチョは何なのあれねなんか妖精みたいな多分ねちょっとあんま把握してないんだけどこの左の中緑色の虹色のボールみたいなんじゃんああ左これね多分なんか使うっぽいんだよね攻撃で
ちょっとやってみろボスみたいな。あれ触る。そう。これこれスマホシェイク、スマホシェイクね。これはねたまんないんだよ。その時だけめちゃくちゃ忙しいね。忙しい。すごい忙しい。でこれ下にやるとこにガードできるから。あガードとかあるの。ガードとか。君すげえさっきから針のとこめちゃくちゃ暗い。ああもうガンガン行こうぜだから。めちゃくちゃ食らってる気になったんだけど、もう体力半分だよ。やばい。避けてくれるちゃんと。もうね、避ける余裕がないんだよ。なんでだよ。やばい。後ろに攻撃とかもできない。後ろはできない。あ、でも進んじゃってる。はい、ここスマホ。分かった。あ、これどうした。分かった。あれ、こいつなんか味方にいるじゃん。さっき君が持ってたやつの色違い。よし、必殺技だ、いきなり。あ、これ使って、出てきたの。おー、なんか出てきた。ほらバーン。初めて使ったわ。なんかすごいね、今初めて使った今。あ、攻撃してくれんだね。なんかまたもう一個必殺技があるみたいな。なのかな。うん、ほら、どんどんバンバン必殺技を使って、もう、あ、もう勝てんか。まず倒そう、こういうの。ほら、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 ほら。はい、これクリアだ。いいね。うん、てかいいね。て俺ね、個人的にすごいデザインが可愛い。これマジで個人的に、うん、なんか可愛くない。いやいや、クリアしたわかんない。ほら、クリアしたらいっぱいもらえた。本当だ。うん、これをね、何に使うかはよく分かってません。これ何、これわかんない。なんかに使う謎の青いやつ。そう、なんかに使う。あ、落ちたじゃん敵。あ、これゲットしたね。はい、あ、まただ。元オレオだ。おい、なんか強そうだよ。新しいキャラだ。トランプみたい。うん、おい、イエーイ。じゃちょっといいじゃん、ガチャ引いて。ガチャいっちゃう。ガチャいっちゃう。じゃあガチャいっちゃう。あと10個あるから2回引けるから。おお、何全部引いてくれるの。引こう。おお、いいね。いっちゃう。ガチャはね、これだよ。ほら、ガチャ。ほんとだ。ほら、今なんかリリース記念来てるよ。ほら、わかんないけど、わかんない。レジェンド星5が多分いいのかな。今何個あ、2個しかないんだ。そう、これはフレンドポイントだから。フレンドガチャってやつだな。星4がいいんだ。そう、星4以上が確定。あ、10連じゃないとね。10連じゃないとダメだ。星5が一番良くて、まあ4だったらまあいいよぐらい。多分でこれ進化すると6になるっぽいんだよね、またね。ちょっとこう、君ガチャもすごいからね。いってみよう。星3以上のレアが一体必ず当たる。ガチャある。うわ、いいね、いいね。あ、どういう感じ。おお、クリスタル。え、チャリチャリチャリ。タップしろ、タップしろ。おお、ドーン。わ、なんか虹色だよ。え、虹色だよ。レジェンド。え、レジェンドって、ちょっと待って、さあ、タップしてるな。おー、星5だ。これ絶対当たりでしょ。これ当たりっぽいな。やっぱ君はすごいんじゃない、ガチャ運。ほら、ラックも5からスタート。え、星5ってだってさ、今パッとな感じ、一番上だよね。分かんないけど。いやー、もう一回やってみようぜ。え、いいな。なんかこのクリスタルの色で決まっちゃう。今虹色だった。虹色だったよ、虹色だった。多分金とかなんじゃない。なんか激アツっぽいよね。あ、虹色だ。え、一緒だ。これ絶対虹色なのか。絶対なの。分かんない。絶対僕。あ、レジェンド。え、レジェンド当たり。ちょっと待って、どうなの。あ、5だ。え、なにこれ。え、絶対5なの。だって星3以上が出るって言ってて、5が出てるってだいぶいいってことでしょ。だろう。まあ始めたてで全然分かってないけど、でも良さそうじゃない。多分ね、ちょっと待って、これね、詳細見たら、うん、今の2人出てきたっぽくね。この詳細見たら。待って、え、ちょっと一回名前覚えよう。名前ね。ユニットボックス、ユニットボックスね。これ星順とかできるのかな。あ、レアリティ。あ、おー、これマルモルさんと、うん、マルモルさん、オマトさんね。覚えて、はい、覚えて。マルモル、オマト、マルモル、オマト、マルモル、オマト、マルモル、オマト。マルモルさん、うん、二人入って大当たりですね。なにこれ、当たり良すぎだろ。当たったってこと。当たってるんじゃない。リリース記念開催期間中、8体の対象ユニットがラック5で配出されるスペシャルなガチャです。その他のユニットについてはラック1から5のいずれかで配出されます。絶対、え、2回引いて大当たり2個引く人いる。え、めっちゃいいな。なんか何にも分かってないけど、俺ゲームについて。俺も分かってないんだけど、当たりっぽいね。ドラゴンバスターズ。え、これ何。え、あ、オーブ不足だって。え、なんかさっきとガチャ違くない。いや、でもリリース記念だから一緒じゃない。ここの画面が変わったわけだ。ああ。もう一回戻ってきて、やってみようか。あ、変わるだけか。ほい、ほら。あ、ほんとだ、ほんとだ。一緒だよ。星5だって売り出してるじゃん。君2体星5だって。あ、レジェンドってのが一番じゃ強いの。で、要は虹色が一番なんじゃん。うん。じゃあ当たりか。
やばっ。え、すごいな君のガチャ運は。引いちゃったな。相変わらずすごい。分けてよそれ。え、それは無理だろ、うん、やりました。いいね。え、ちょっと俺もやろう。すぐ別にできるでしょ。すぐできる。ちょっとまたやっていこうかな、うん、ちょろちょろと。やろ。イベントとか次の多分毎回来るんじゃない。日替わり、日替わりかどうかは知らないけど、うん、ちょっとやってみます。はい、ちょろちょろと、うんうん、はい、 いいんじゃない。そんな感じです。はい、今日は終わりです。はい、バイ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 。